初雪さくら。はいどうも、トースクシュードレンのつくもです。というからで初雪さくら、白熊ルートパート1ですね。本日から、やっていきたいと思います。なんだこのごちそうは。赤飯、今日何かあったっけ。おめでとう。ランが少し恥ずかしそうに口にする。なんだよ、何がめでたいって。あれ、おずおずとランが指さした先に方には、そこにはベッドの下にいくつもの封印を施してしまっていたはずのエロ本が。お前、なんで見つけてるんだよ。女の子が所長の時はお赤飯でお祝いをするって言うからね。男の子は女の子の体に興味を持ち出したら所長ということになるみたい。だから今夜はお祝いしようと思って。お前、死ぬほど恥ずかしいんだが、これは何かの当てつけか。お祝いって言ってるじゃない。どこがだ。さあ、最後の冬だ。行ってきます。はい、ということで、白熊ルートパート1なので、白熊に会うを選びたいと思います。シロ、あそこのテーブル片付けておいて。うん、わかった。白熊か。こいつの世話についてはほとんど浪人に任せておいたが。またやりやがったな。ごめんなさい。お前、ここのオーナーの肝煎りだからってやっていけてるが、普通の店なら3日でクビだからな。焦らない、ゆっくりがいい。女の子だもん。お前はいろいろと焦った方がいいんじゃないか。成長とか。私が片付けておくからいいよ。それより白と諭吉で買い物行ってくれないかい。なんでお前が生意気にも嫌そうにしてるんだよ。だって嫌。あ？へい。お前、うちのオーナーに会ったことはあるとか言っていたが、あれ嘘だよな。会ったことはないけど電話で話したよ。そればっかりだな。オーナーからお前をあんまり外に出すなって言われているんだが、何なんだ。わからないけど、ずっとそうだったから。夕方以降は外出るなって。うん、家でもそう言われて暮らしてたから。ふん。で、お前言われる通りにしているのか。昔からそうだから、もうあまり考えることもなくなったけど。なんだそれ、深く考えろよ。異常だろ。白熊、あんまり難しいことわからないから。みたいだな。ま、じゃあさっさと済ませてくるか。あ、先輩だ。ああ。こんにちは。あれれ、かわいいですね。親戚の子ですか？バイト先の従業員だ。へえ、この年でバイトってすごいですね。名前は？まるきりガキに接する接し方だ。対する接し方だ。お前とさほど変わらないんだが。白熊。白熊とな。驚いている。白熊。ぐるるるしろ。おお。目を輝かせて驚いている。かわいい。いい子ですね。一丁前にお姉さんぶっている。まあ、東も、しょんべん臭いとか思っていたが、熊垣に比べりゃ、年相応の女って感じだな。おい熊垣、お前も奴を見習ってもう少し、年相応に遊び回った方がいいんじゃないか。その、私が遊んでる女の子的なイメージ、そろそろ正してもらえませんか？私、放課後はほとんど練習で、そんな暇ないですし。というかですね、先輩、何様目線なんですか？年相応に遊べとか、どの口が言うんですか？遊ぶ友達もいない人が。うるさい、死ね。ひどい。店長、どこでもそんな感じなんだ。どこでもって、先輩、白熊ちゃんに普段何してるんですか？何もしねえよ。いっぱい叩かれてる。先輩、
リアルでダメですよ、それは。教育的指導だよ。ノリで叩いているだけだ、このくらいで。痛い！十分ひどいですって。いや、そんなことないだろ。十分軽く。ほら。ふにゃ！痛いですよ。ちょっと、君！おい、帰るぞ。君！なんで買い物くらいできないんだい。面目ない。面目ない。元はといえばてめえが。まあ俺も強くやりすぎていたみたいだな。このくらいでどうだ。うひゃ、我慢できそうかも。そうか、ならばよし。うん。よくわからないけど少しは仲良くなったのかな。まあそういう目的で二人を送り出したんでしょうね、あやば。はい、ということでもう一回選びたいと思います。ああ、ゆきち、いらっしゃい。今日も暇そうだな。はい、お水です。ああ、白クマ。グロロロ白。頑張ってるみたいじゃないか。ねえゆきち、白の服を買いに行ってくれないかい。服だ？なんだいきなり。シロ、パジャマと2着くらいしか持ってきてなかったみたいなんだ。乾きが悪いと足りなくなっちゃうみたいでね。ふーん、服ね。まあいいけど。おい。何？行くぞ。はい。行くっつってんだよ。助けて、あやや。不安だ。でもお互いいろいろと勉強になりそうなんだよな。お買い物なの？そうだ。何買いに行くの？服。おお、服。店長はもう少し可愛い服を買って周りを安心させた方がいい。余計なお世話だ。だいたい俺が可愛い服なんぞ着たら余計周りが不安になるだろ。それもそうかも。俺じゃない、てめえの服だよ。え、ありがとう。連れてる犬がダセー服着せられていて恥をかくのは誰だと思う。どういう例え？犬がバカな格好をしていて恥をかくのは飼い主だ。だからだ。だからどういう例え？というか白クマはお犬さんに服を着せるのは反対なのだ。じゃあ脱げ。だから何の話なの？白クマ。ぐるるる後ろ。うん、だいぶいい感じ、いい反応になってきたじゃないか。振られるとついやっちゃうよ。悔しい。ビクンビクン。なんだビクンビクンって。誰がうちに、打ち上げられた恋をやれって言った？鮭じゃないけど。あ、恋じゃないですね、鮭ですね。今ちょっと、あ、はいはい、鮭ですね、すいません。白クマに食われている最中の鮭。白クマに食われている最中の鮭だ。ロシア出身ならそれくらいやれるはずだ。ロシア。白クマに食べられる鮭。白クマに食べられる鮭。ぐるぐるしろ。白クマは別にやらなくていいよ。でもいきなり食べられてるところからっていうのは難しい。流れを大切にしたい。じゃあ好きにしろ。ガオ。見つけたのか。ガオ。襲いかかったのか。ガオ。スカッタか、スカッタのか。残念そうだな。ガオ。もう一度見つける流れか。めんどくせえな。ガオ。今度こそか。ガオ。食らいついたな。ギョーギョヨヨギョー。何？おい、ふざけんなよクマが。そんな声出すかよ。ギョヨヨヨヨ。だからクマじゃねえだろそれは。ああ、鮭視点になっていたのか。それでギョギョギョというのもどうかと思うか。ビクンビクン。跳ねてるな。余計に牙が食い込むだけだぞ。うごう。痛い痛い。うごうごうご。グロいな。うごうごルーガ。未完成人現るか。食われている最中にしては、血と威勢がいいな。うん。まあ、そんなところか。
白くま、何やらされてるわけ？知らん。さて帰るか。うん。何しに出てきたんだっけ？目的を忘れてる。なんだっけ？服。今度私と買いに行こうね、ゆきち。いや、本気で忘れてたんだ。悪かった。もうこの二人が揃うとなんか漫才を見てる気も気分ですよね。はい、ということでもう一回白クマ選びたいと思います。まったりとした時間が流れていた。漫画でも読んでいるのかと思ったら、数学の公式が並んだ参考書にしがみついて何やらうなっていた。お前さっきから何やってるんだ？勉強。なんでそんなもん必死にやってんだ？受験生だから。ふーん、そりゃ大変だな。え、確かに受験生なんかすごいちっちゃく見えますよね。でも白クマって、俺と浪人が揃って白クマを振り返る。お前今年受験なのか？そうだよ、前言わなかった？受験って。おい浪人、今更だか。こいつの素性を考えてみた方がよくないか？君がオーナーさんからちゃんと聞いているんだと思ってたけど。いや、ちゃんとは聞いていないからな。お前そもそもなんでこの店に来たんだよ？それは最初にこの店に来た時から妙に自分のことを隠そうとするんだよ。まさか人様には言えないような犯罪に手を染めてたりしないだろうな。私たちが害のない人間だってシロも分かってきたでしょ。そろそろ教えてくれない？害がない？さてそれはどうかな。君は余計なこと言わなくていいから。あのね、家にいると危険だから勉強合宿に行ってこいって言われたの、この店に。てめえロシアから来たとか言ってたよな。でも誰にもどこから来たのか自分の素性を言っちゃいけないって言われてたから。ごめんなさい、騙して。いや、全く騙せていないからな。え、そうなの？しかし受験ってもう始まってるじゃないか。そうなの？そうなのじゃねえ。どこ受けるつもりなんだよ。どこだろう。お前どこまで悠長なこと言ってるんだ。私立はもう終わってるはずだぞ。そうなの？え、だって2月くらいから本番って聞いてたから。でもう1月も終わりかけてるわけだが、願書とか出したのか？願書？願書って何願書？願書を出さずにどうやって受験するつもりだったんだ？受けに行けばいいんじゃないの？その場でお金払って受付すれば。アホか、てめえの両親は何考えてるんだ。こんなボケガキをほっぽり出しやがって。ママはいない。ああそう。パパもあまり家にいなくて、進学してもしなくてもいいって言うから。パパと来やがった。だいたいお前行けるような学園があるのか？学園もほとんど休んでるじゃないか。偏差値10からの受験なんてどこの塾も取り合ってくれないからな。じゃん、これ10月にあった模試の結果だよ。おお。おお。偏差値65だと。すごいじゃないか、シロ。シロクマはいっぱい勉強してたから。なるほど。あまり学園行けなかったけど、勉強できたらみんなに注目されるかなって頑張ったんだ。へえ、それで注目されたのか。すごいな、あいつほとんど学園来てないのにトップ10じゃないか。家で家庭教師とかつけてガリ勉してるんじゃないの？お金持ちは羨ましいね。あまりいい感じにならなかった。そりゃそうだ、俺の通った道だ。じゃあお前一応準備はそれなりにできてるってことかよ。うん、勉強はちゃんとしてる。でも白クマ、どこの学園がいいかは決められない。それが決まらないと始まらないだろ。というかこの時期に何言ってんだ。学園ってどういうところかよくわからないし。ドラマとかアニメで映るだろ。あそこから面白みとかドラマ性を一切排除したようなところだ。諭吉が案内してあげたらどうだい？お断りだね。俺がこいつを連れて学園に現れた時の反応が目に見えるよ。
お前が連れて行けばいい。私はほら、先生方によく思われていないから。それにもう卒業している身だからね。私と白で私服で歩いていたら目立つじゃないか。はい、ということで協力する協力しないとあるんですが、協力するを選びたいと思います。これで多分本格的に白熊ルートですかね。ということで進路指導委員の出番だぜ。のぞちゃんにツッコミを入れる係となっている私ですが、聞きましょう。どういう関係が。学外の子であっても進路の応援をしたい。はじめまして。くんかくんか。うふん、うんぎゃ。お前、初対面の相手に匂い嗅がずにはいられないのか。そういうわけじゃないけど、ちょっと気になって。でも、この匂いは…なんだよ。でも、もうずいぶん前のことだし、気のせいかな。ん？何一人で納得してんの。よろしくお願いします。グロロロシロ。それだけでいいの？見て楽しいものなんてないけどな。校舎はボロいし。そんなことないよ、ビバ学園だよ。お前が特殊なんだ。別に今通っている学園と何が違うってこともないからな。正式な学園見学ならいろいろとイベントも用意されているんだろうが。イベント？お前は余計なことを言い出さなくていいからな。そんなこと言わず聞いてほしい。模擬授業というものをしてみるといいぜ。授業を体験してもらって日常の雰囲気を感じてほしい。いい考えじゃないの。でも授業って誰もするんですか？許可もらって見学してるわけじゃないし頼めませんよ。クルス先生は？ダメだな。なんでですか？一応進路指導委員の担任なんですよね。こいつみたいな無邪気なバカに奴の毒を触れさせたくない。まあ教師がいなくても授業の雰囲気が感じられればいいんじゃないの。やってみる？うん、ありがとう。はい、授業始まりますよ。席についてください。委員長、号令お願いします。はぁ、あ、起立。レイ、お願いします。朝ジャンプの早売りで剣心見たんだけどさ、どえらいことになっていたぜ。東雲さん、死語をやめてください。川野くんには思いっきり無視されてるのに。熱い気に話しかけてるんですね。先生、久保くんがさっきから川野くんの後頭部ばかり見つめているようなのが気になります。ああ確かに見ていたけど、後ろから眺めるのは初めてだなと思ってただけだよ。本当に好きですよね、久保は。初雪のこと。なんでそんなことにしみじみするの？好きなの？あふん。何言ってんだ。なんか熱っぽいため息ついてんじゃねえよ、2年。あ、なんかいいやりとりだぜ。青春っぽい。どこが青春だ。バカ、あいつなんてナンパの漫画読んでねってのはダメだぜ、あんまの。だからなんでのぞちゃんは川野くんに無視され続けても構わず嬉しそうに漫画トークしてるの？授業中だからね。初雪と同級生で授業を受けるという設定が嬉しくて。だいたい川野は漫画トークなんてガキなこと。おい白熊、お前マキパオ派ガスケード派どちら？何マキパオって、ポケモンのキャラクター？ああ、あんなとぼけた家畜どもと一緒にするな。ユウは家畜なんかじゃないよ、最強の。てめえ、勉強もいいが名作漫画もしっかり読まないとロマンも何もない人間になっちまったな。わかりました。ちょっと男子、静かにしてよ。授業が始まらないでしょ。いや、いますけどね、こういうよく漫画とかにね。お前何役だよ。委員長。似合わねえ。つうか委員長はこいつに振ってただろ。空気読め。馬人長。クマン長。にやりにやり。お前らがうるさいだろ。しょうがねえな、俺が委員長やるよ。何あの人怒ってるの？内心狙いかな。いやね。静かに。そろそろ静かにしようね。時間も限られてるから早く授業を始めましょう。
結局一番らしいやつがやるのが早いな。で、誰が授業なんてするの？こう見てみると敵役がいないな。この中で一番ためになるうんちく知ってそうなのは川野じゃないの？何？それは言えてるかも。俺たちの知らない世界についていろいろ知ってそうだ。ちょっとなんか知らなくてもいいこと吹き込まれそうなんですけど、新しいキセルの仕方とか。そんなせこいことは知らん。俺の授業か。何かしらでも同級生に伝えることができたなら、俺のこの3年間も無駄ではなかったのだと思えるかもしれないな。わかった。じゃあ僭越ながら授業をさせてもらうな。川野の授業か。男の授業。世界で一番不安な授業。最初に言っておくが、死後は死刑だ。では始めよう。学園という箱庭にいられるのは皮肉でも何でもなく、きっと幸せなことなんだと思う。だって俺たちはなんだかんだでガキなんだから。もし今この状態で社会に放り出されたって、うまくやっていけはしないよ。もう少し社会に出ていくための準備期間が必要なんだろう。誰にしたって。それでもある時ふと大人たちが往来する街に一人放り出されることがあるかもしれない。途方に暮れ、頼る相手もなく、ひもじさばかりが募ってしまうだろう。そんな時のための一人飯講座。世の中ってやつは決して一人で外食するのに優しくできているわけじゃない。それは牛丼屋や立ち食いそば屋などといった一人でも主張がない、むしろ一人で食うに適した店もあるだろう。それだけじゃダメだよな。時には焼肉が食べたい、時にはブツランセ、なんていうんですかね、フランスですかね、フランス料理が食べたい。そんな時、俺たちみたいなガキが、あるいは男が、一人で入ってもできるだけ肩身が狭くなく、食事が楽しめるように。そんな知恵を伝えたい。俺が2年間で培った経験をもとに話す。この時間はいきなり中級になるが、実践一人焼肉についてだ。俺たちの世代でも、ふとした時に食べたくなるメジャーなチョイスだが、一人飯をするには難易度が高い。もっとも、ためになるジャンルだと思う。さて、焼肉店だが、ズバリ狙い目は夕方、5時から6時ぐらいまでの個人経営店だ。この早めの時間帯、まだ家族連れや仲間内で飲み食いに来るグループは少ない。代わりに会社帰りに直行した独身男が目立つ。示し合わせたわけじゃないのに、繁盛前の時間帯というのは、一人飯の男たちのディナータイムに設定されているらしいの。これは、実はお好み焼き屋などでも応用できる。どうだ？反応薄い。なんだかんだで幸せな学園生活を送っている連中にはピンと来ないのだろうか。先生、白熊、一人お子様ランチはどうするの？白熊、昔食べてたお子様ランチを食べたくなることがあるんだけど、さすがにちょっと恥ずかしい。一人ファミレスじゃなくてお子様ランチに限定するのか。俺たちの年でお子様ランチってのは一人であるなしに関わらず難題だな。一人お子様ランチか。そんな難題が、そんな難関がまだ残っていたとは。一人お子様ランチ。人選が悪かったよ。まあちょっと聞くに耐えなかったですよね。というか普通に受験対策してあげたらいいじゃないですか。ここにいる人たち受かったんだから教えてあげられるでしょうし。それもそうだぜ。せっかくなんだから普段ではできないような効率的な授業ってないのかな。なんだよ効率的って。いやだから何かないかなって。勉強進む音楽ってあるよな。私数学の時はこの曲、暗記物の時はこの曲ってチョイスしてますよ。なるほど、音楽で勉強の効率を高めるか。 x×y=w、解けない、たどり着けない答え、いけたと思った瞬間に闇に閉ざされる絶望。 X が笑っている、 Y が泣いている、答えが見つからないと泣いている。それでもたどり着かなければならない。 BGM に引っ張られてますねこれ。たとえ物理法則を歪めてでも手に入れたい真実がある。すべての因果律を超えてただたどり着きたい。それが答えだ。
解決にもなっていないよ。見つからない、答えが見つからないよ。どこかに消えてしまった。確かに手に入れたと思ったのに。めちゃくちゃ引っ張られてる BGM に。この手のひらをこぼれ落ちて失ってしまった。答えがどこかに行ってしまったんだよ。答え沈む一方じゃない。いくつもの出会いの果てにたどり着いたかけがえのない答え。いやまあぽいっすけどね、うん、この年を決して忘れないだろう。いくつ季節が巡っても1392年、いざ国統一南北朝。振り返ればいつもそこに君がいた。なんかエンディングのプロローグみたいになってますけど。普通に語呂で覚えた方が早くない？はい、これが結論です。おかえり、どうだった？白熊、進学したい、城崎学園に。単純な、お前じゃ無理だ。店長だって入れたんだから、私だってやればできそうだもん。てめえみたいなバカには無理だ。バカにされた。てめえが他の連中をバカにしてんだろ。受験に勝負かけてる奴は1年か、あるいはもっと前から準備してんだよ。だいたい俺だってずっと中の上くらいの成績を維持してたんだぞ。嘘だ、店長が中の上ってタイプにはとても思えない。ムカつく。中の上くらいいいだろ。見てろ、見ろ。何これ、店長の通知表？おお、数字だけ見ると優等生っぽい。わざわざ持ってきたんだ。意外とこだわるんだね、ゆきち。どれだけカンニング極めたの、店長。てめえ、あのな、見てもないのにガンつけていたとか言われる俺だ。余計な存在感ばっか発揮してたから、カンニングなんて無理に決まってるだろ。教師には明らかにマークされていたし、一度だってカンニングなんてしたことないのにな。ゆきち、店長。哀れむように見るんじゃね。それよりこっちの備考欄が気になるんだけど。何何？授業には真面目に出ているようですが、クラスの他の子と溶け込もうとせず、いつでもつまらなそうに窓の外を眺めているのが気になります。いくら遠くを見たって幸せは見つからないぞ。それより身近なところに目を向けてみようね。うぜえ教師だ。ゆきち、君昔からこんな感じだったんだね。いろいろ言っているが、お前の通知表はどうだったんだよ、浪人。私のは見たって面白くないよ。はい。おお。これはある意味退屈の極みだな。ここまでやってしまったらもはや何の努力のしがいもないの。 RPG を99レベルにしてラスボスを1ターンで倒しちゃったみたいな虚しさだね。あ、剣道部の主将として全国制覇おめでとう。だってあややすごい。いやー、それほどでも。断然とした実績だな。諭吉はクラブは何をやっていたんだい？生物部に、席は置いていたがほぼ出なかったな。そもそもあまり活動していない部活だったし。どうして生物部なの？人より畜生相手にしている方が気が楽だろ。ゆきち、店長。そもそも生物部は動物をめでるクラブじゃないと思うよ。別にそんなことを思って入ったわけじゃない。お前こそどうなんだ、クラブ活動とかしていたのか。白熊はテニスやってたよ。ペニスか。この人、警察。それより保健所に来てもらう。テニスとか無理だろ。テニスラケットと同じくらいの背丈じゃないのか。これでも和製シャラパワって言われてたくらいなんだからね。パパから。パパからって。なんだと、シャラパワ。睨まれた。冗談でもそういうことを口にするな。シャラパワに申し訳が立たない。店長はシャラパワの何なの？とにかく白熊は白崎学園に進学します。誠にお世話になりました。お前がどう思うが決めるのは向こうだからな。あんな学園生活をくれたら頼
しそう。単純な、ちょっとチヤホヤされたらそれか。そんなノリで3年間を過ごす場所を決めるとはな。そうは言うけど、ユキチだって何かこれという目的があってあの学園に入ったのかい？いや、俺はなんか学校見学に来た時良さげだったから。ほら、いいとか悪いとかあんまり考えすぎると結局何もできなくなっちゃうよ。なるほど。あやや、なんだか実感がこもってる感じ。お前、思ったよりできるみたいだが厳しいだろ。うちは一応県下随一の進学校だぞ。今から頑張るから。今からだって1ヶ月ちょっとしかないだろ。どこまでできるんだ。大丈夫だよ、シロは今までだって勉強はちゃんとしてるんだから。うん、それにここには合格者が2人も揃っているんだから、こんな有利はないよ。え、教えてくれるの？うん、シロはこれから手伝わなくていいから勉強に専念しなよ。私とユキチの2人でみっちり対策しよう。ユキチは私より試験のことは覚えてるはずなんだからやれるよね。まあ俺も暇っちゃ暇だから見てやってもいい。見てやってもいいと来たもんだ。この子の何がこの子のだ。考えてみればお前は自分の受験があるだろ。人の教えてる場合か。まあ大丈夫じゃないかな。私ってほらあんまり本気出さなくても大抵のことはうまくやれちゃうから。ムカつくやつ。ヒヒーんだ。へへーんだじゃね。ありがとう。あ、二人とも優しいね。いや、優しいっつうか乗りかかった船というか。ユキチが照れてる。はあ、なんで俺がガキに優しいとかなんとか言われたくらいで。浪人はどうか知らんが、俺は単なる義務で言ってんだ。優しいよ。お前何泣いてるんだ、涙もろすぎだろ。だってシロクマ、こんなに優しくされたことないから。いや、お前いかにも甘やかされて育ってきたって感じなんだが。家では部屋の中で一人でほとんど誰とも喋れないし、だからゲームばかりやってたし、学校ではいじめられてたのか。ユキチ、そういう流れだろ。いじめられてたというか、あんまりちゃんとお話できなかったから。シロクマ、あんまり外に出ちゃダメで、お屋敷で暮らすことが多くて、お手伝いさんとかいっぱいいて何でも言うこと聞いてくれてた。欲しいものは何でもくれて、そういう感覚で学校の人ともお話ししたら、クラスで全然うまくいかなかった。今思えばシロクマ、ずいぶん変なこととかわがままなこと言ってたから当然かもしれない。今もだけどな、ユキイチ。はい。でも学校だと誰もシロクマの話聞いてくれなくて、わがままとか世間知らずとか言われるようになって。ガキがガキを世間知らずと笑える。ユキチ、君もガキの範疇だと思うけどね。お前それならいっそ進学しなければいいんじゃないか。家は金持ちそうだし、のほほんと暮らしてる。本当は進学なんてしたくないって思ったよ。でもお勉強はやめなかったよ。家で一生懸命自習してた。ゲームばっかりやらずにお勉強してた。このまま進学しなかったらなんか逃げてるみたいで悔しいから。気づいただけマシだな。気づかなければお前そのうちゴーストになっていたな。え、ゴースト？お前みたいに世間に馴染めなくて逃げて逃げて逃げ続けて、結局どこにも居場所がなくなって幽霊みたいになっちまったやつを知ってるぞ。幽霊？例えだ。この世にあるもの全部から逃げ回ってると、そのうち肉体はこっちにあるのに肝心の魂はどこか別の世界に行っちまうんだよ。
ガキには難しい話だったな。ううん、なんとなくわかる。店長の実体験なんだね。俺は別に逃げてない。ごめん、そんな感じがしたから。まあ、誰しもそういう気持ちになることがあるってことだね。諭吉に限らずね。だから俺の話じゃねえっつってんだろ。まあ、そうですよね。うん。あ、店長、こんにちは。はい、ということで、今回は以上にしたいと思います。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。では最後までご視聴ありがとうございました。